真夏の東京駅28人、あ、これ28人じゃないんですよ、27人と1匹の登場人物はそれぞれに何かが起きるのを待っていた。迫り来るタイムリミット、もつれ合う人々、見知らぬ者同士がすれ違うその一瞬、運命のドミノが倒れていく、報復絶倒、スピード感あふれるパニックコメディの大傑作。